道を阻む者は引き潰すだけだ。デニトリのやつ生きてたのか。しかし俺たちと組む気はなさそうだな。2対1にするのは得策ではないわね。王国と同盟に連携させないためにも、敵も味方も分からぬほどの乱戦に持ち込んであげる。帝国軍が崩れ始めた。同盟軍ごと皇帝を踏み潰す。さあ地獄を見せてやる。そうか、お前も俺を阻むのか。ならば殺すだけだ。どこだエーデル・ガルト。貴様を殺すまで俺は。しかし戦場はひどいありさまだな。王国軍は、デミトリはどうなった？私、彼を見たわ。デミトリを？昔の彼とは全然違った。悪魔みたいな形相で戦ってて、撤退するエーデルガルトちゃんを追ってもう少しってところで力尽きちゃった。帝国兵に囲まれて槍で突かれて、意外にあっけない最後だったよ。お願いします、どうしてもここで働きたいんです。いやいや、そんなことを言われてもだな。まったく、一体何の騒ぎだ。おい、その娘どこから連れてきた。この軍は孤人じゃないんだぞ。それが、その近くの村の娘のようで、どうしても我が軍に参加したいと。だからって年端もいかん娘を雇えるか。さっさと親のところに返してこい。家族はもういません。帰る場所なんてどこにもない。私魔法が使えます。戦います。炊事もお洗濯も何だってやります。その年なら別な働き口もあるだろう。ジョちゃん、なんでこの軍にこだわる？それは復讐のため、殺された兄の仇を討つためです。殿下、どうします？好きにさせてやればいい。ありがとうございます。胸をえぐるか、首を折るか、頭を潰すか、死に方は選ばせてやる。死に方になんて興味がないわ。重要なのはいつ死ぬか。そして私にはここで死ぬ気などみじんもない。これまで貴様が殺してきた者たちみなそう思っていただろうよ。邪魔だ。この私が負ける。やはりあなたがいてはこの道は。ここは引かせてもらうわ。いずれまた戦場で会いましょう。逃げるか、エーデルガルト。殿下、ご無事ですか。とにかく今はミルディン大橋へ退却を。あの女を仕留め損なった。俺は奴を追う。お前たちは戻っていろ。なりません。心中お察ししますが、今は帝国軍のご詰めが迫っているのです。そんなものは俺が全員叩き殺してやる。何百だろうと、何千だろうとな。ん？お前は確か。なぜここに。ここは危険だ。下がれ。
ませんか。貴様は少しは後ろに注意されたらどうです、殿下。ねえ、痛いですか。痛いでしょうね。でも兄さんはもっと許さない、絶対に許さない。ああそうか、お前はこのおぞましい化け物が。死ね、死んでしまえ。てかやれ。受けるべき報いだった。戦場に罪も報いもありませんよ。死ぬな。父上も母上もグレンも皆俺を置いて死んでいった。ロドリグ、お前もあの亡霊の群れの中へ行くのか。お前も俺のせいで、俺が殺した。殿下、あなたは一つ思い違いをしている。誰もあなたのために死んだのではない。私は私の信念のために死ぬのです。あなたの命は他でもない、あなたのものだ。それはあなたの信念のためにお使いなさい。ああ、あなたは陛下に本当によく似ておられる。何を言っているランベール。俺はダスカーへ向かうと言った。お前が何と言おうがその意思は変わらん。昔からお前は心配性だな。これまでもダスカーとは仲良くやってきただろう。ロドリグ、お前も分かっているはずだ。今回の会談がどれだけの重要性を持つか。それはそうだが、やはり国王であるお前自ら出向くなど。それに殿下はまだ幼い。もし万が一お前の身に何かあれば。たとえ万が一があっても大丈夫さ。ロドリグ、あいつは里い、たとえ俺がいなくともきっと真っ当に育つだろう。ランベール。だがもしいつかあいつが道を誤ったなら、その時はロドリグ、お前が。ランベール、俺はあの日の約束を。グロンダースで軍議中だぞ。一体どうしたというのだ。落ち着いて報告せよ。はい。グロンダーズ平原で王国軍と同盟軍が帝国軍と激突。三軍入り混じる大混戦の末、帝国軍は快走、エーデルガルトも重傷を負ってアンバルへと退却した模様。おお、ではですが、王国軍も全壊。ディミトリ殿は戦死なされたとのことです。
さらに同盟軍の被害も甚大で、クロード殿は生死不明。おそらく想像だにしない激戦となったのだろう。しかしディミトリが戦死とはさぞや無念だったに違いない。ああ、久しぶりだな先生。そうしていたずらに人を死なせ、また俺は一人生き残ってしまった。ロドリグ、ギュスタブ、デュデュ、ロドリグと同じことを言うんだな先生は。生き延びた意味か。本当に皆難しいことを言う。それがわからないから俺はずっと。なあ先生、ここに来たのは俺の選択を誰かに話しておきたかったからだ。俺には帝国を倒すどころか王都を取り戻す力もその資格もない。だから。おい、こんなところで寝たら風邪をひくぞ。ん？どうした？いや、私だけだが、夢でも見ていたか。夢かうつつかは知らないが、もし誰かが会いに来ていたのであれば、そのものはどうしても君にだけ顔を見せたかったのだろう。君に導かれることを求めたのだろうな。準備は整いましたわね。ミレンタらしい昔の主人を出迎えましょうか。さあ、死骸中のタイタニスを起動なさい。たっぷりもてなして差し上げるのよ。あらあら、お久しぶりですわね殿下。見ない間にすっかりたくましくなられて。しらじらしい。叔父上を殺し俺をはめたのは貴様だろう。ああ、そういえばそうでしたわね。忘れていましたわそんなこと。貴様は俺が撃つ。返してもらうぞ全てを。ちょっ、もはやこれまで。ならば最後にご褒美をあげなければなりませんわね。終わりだコルネリア、言い残すことがあるなら聞いてやる。そうですわね。それじゃあ少し昔話を聞いてくださる？10年前、ある日のことですわ。
パトリシア様は全てを犠牲にしてでも実の娘に一目会いたいと、そうおっしゃった。ですから私は王の首と引き換えにその願いを叶えたまで。王の首だと？貴様、それはまさかダスカーの？ダスカーで皆を、父上を謀殺したのが母上だとでも言うのか、貴様は？ええ、一途に家族を思うその心情、あなたにならわかるのではなくて。ああ、でもかわいそうな殿下、愛されていなかったなんて滑稽ね。コルネリア、貴様は何を。せいぜい絶望するがいい。よくも私をたばかってアリアンロッドに攻め寄せてくれましたわね。けれど私も手をこまねいていたわけではありませんの。ぶっ殺してやる、タイタニス。私の可愛い人形たち、敵を見つけ次第殺しなさい。ついでに目障りな王国軍もいなくなってくれて構わないのですけれど。アレンナーだ。コルネリアの使う魔導の兵器ですか。実物がこれほどとは。我が身は国を守護する王の盾、敵を打ち滅ぼす王の槍、グラルダリウスの名にかけてヒコーラを撃たせてもらう。よし、信じる者のため。ここまでか、陛下。どうか勝利を。倒れたか、親父殿。あんたの分まで俺が戦ってやる。俺は初めてお前と会った時からずっとこの時を待っていたのかもしれん。剣士と剣士の間に言葉はいるまい。来い、フリッ。死にたい者から前に出ろ。まとめて切り捨ててやる。俺の前に立ったのならば切られる覚悟があるということだな。俺の剣は届かないか。すまないフェリックス、お前の仇は私が必ず。お主のような若造にわしを殺せるか。ローベ伯が騎士、灰色の獅子グレンダル、マイル、打ち崩してくれん。ここが
たとえどんな道だったとしても私は主君を信じて戦う。帝国の所業を知りながら組すると、先生には心の底から失望しました。さあ構えよ皇帝の総君。貴様らのような下道にフォドラの覇者たる資格はない。やっ、見えた。信じる者のため。残念。私たちいいお友達になれると思いましたのに。敵として私の前に現れたのですから、もう殺すしかありませんわよね。それがあんたの書いた筋書きってわけ。傑作だ。踊らされていたのがこちらとはな。私たちの勝利よ。よくぞアリアンロッドを陥落せしめたわ。アリアンロッドの掌握、そして王とフェルディアの進軍準備は他の軍が行う。私たちはガルグ幕へ取って返し、同様に王と攻略の準備に入る。フォドラ全土の統一まであと少し。皆一層の活躍を期待しているわ。